連泉寺にある石川正康の墓。石川正康は室町時代中期から戦国時代初期にかけての武将。石川正康は五代醐天皇の笠木山巨兵に再始宮方として、従った聖は源氏義時流、石川義忠の六世孫。義忠は笠木山廃山後北上し、後に足利氏に追われ、その小事通りと共に下津小山氏を頼り、 関東に身を隠した。曽祖父朝平は、妻の姓である小山を名乗った。石川主伝頭系図によると、正康は、鎌倉久保、足利持氏の配下にいたが、影響11年の影響のランデル労者となっていた、時に蓮女と出会い、三河下校にくして、門徒となったとある。石川家父によれば、関東に下り布教活動を行っていた、本願寺蓮女に家や出会い、 三河は、我が京都なり、武士の大将をして、一方を指揮すべき者なし。願わくば、三河国に来たりて、我が門徒を身体すべしとの連御の誘いに応じ、三河に赴き、文安三年三河国壁海軍指揮総村に移住し、小川城を築いたとされる。なお、正康は、三河移住とともに生を石川に戻した。また、一時石川市本願である。 川地国を訪れるが、すぐに、三河に戻ったとされる。小川築城後、完成2年には、佐々木上宮寺が本願寺派となり、またの寺本庄寺、張崎正満寺も、浄土新州高田派から本願寺派門との重要拠点へと修士替えを行った。正康は、ぬかた郡とろに、一族の寺として、本州寺を建てたが、応仁2年三河へ下校した連御に、本州寺を寄進。 蓮女の子である、本願寺、第九世保守の実女の四男寺園を住職として、迎え入れ、本願寺保守の一族が従事する、一家修寺院として、三河における、本願寺門徒最大の拠点とした。同じく正康の出家した、子息康安よりは、小川城の隣に、石川山、蓮泉寺を建てた。正康は、三河国における、門徒武士の総大として、 宗派勢力拡大と拠点建設に深く関わった。後の三河一向一期において、本州寺及び三河触れ頭参加寺は、門徒拠点として激しく、家康に抵抗した。文明三年、小川城に近い安城城を、松平の光が畑山氏より奪い、三男、松平近忠を上司とした。近忠は正康に対し、正康の男子一人を召されて、 過労となされる胸の申し出を行った、文紀2年7月18日、正康は死去した。なお、三河石川氏については、正康の芸屋からの移住前から、三河国守護であった一式指揮官として、土着していたとの説もある。石川正康の荒野公の墓は、在家城に隣接する石川産業学寺にあり、在家城は、石川大住守るなど、一族の城とされ、木戸村古城は、 石川市部が上司として伝えられるなど、小川周辺には石川家にかかる史跡が多く残る。ありがとうございます。